マスタードガスは化学兵器の一つでビラン剤であるに、二硫化ジクロロジエチルという化合物を主成分とする。ビラン剤に分類される。硫黄を含むことからサルファマスタードとも呼ばれる。毒ガス史上一番多くの命を奪ったことから化学兵器の王様とも呼ばれている。主にチオジグリコールを塩素化することによって製造される。また、 に塩海王とエチレンの反応によっても生成される。純粋なマスタードガスは常温で無色、無臭であり粘着性の液体である。不純物を含むマスタードガスはマスタード、ニンニクもしくはホースラディッシュに似た周期を持ち、これが名前の由来である。他にも不純物を含んだマスタードガスは黄色やオード色といった色がついているために、 マスタードの名が付けられたという説や、さらに皮膚につくと傷口にマスタードをすり込まれるぐらいの痛さという説もある。第一次世界大戦のイープル戦線で初めて使われたため、イッペリットとも呼ばれる。また、不純物が多い時の色がマスタードに似ていたという説もある実践での特徴的な点として、残留性及び浸透性が高いことが挙げられる。 特にゴムを浸透することが特徴的で、ゴム引き布を用いた防護衣では十分な防御が不可能である。またマスクも対応品が必要である。気化したものは空気よりもかなり重く低所に停滞する。マスタードガスは遅効性であり、被害を受けても気づくのが遅れる。皮膚以外にも消化管や増血器に障害を起こすことが知られていた。 この増血器に対する作用を応用し、マスタードガスの誘導体であるナイトロジェンマスタードは抗がん剤として使用される。ナイトロジェンマスタードの抗がん剤としての研究は第二次世界大戦中にアメリカ合衆国で行われていた。しかし、化学兵器の研究自体が軍事機密であったことから、戦争終結後の1946年まで公表されなかった。 一説には、この研究は試作品のナイトロジェンマスタードを用いた人体実験の際、白血病改善の貯蔵があったためという。マスタードガスは人体を構成する、タンパク質や DNA に対して強く作用することが知られており、タンパク質や DNA の窒素と反応し、その構造を変性させたり、DNA のアルキル化により遺伝子を傷つけたりすることで毒性を発揮する。このため、 皮膚や粘膜などを犯すほか、細胞分裂の阻害を引き起こし、さらに発がんに関連する遺伝子を傷つければ、がんを発症する恐れがあり、発がん性を持つ。また、抗がん剤と同様の作用基序であるため、増血器や腸粘膜にも影響が出やすい。人体への影響は非常に長く続く。イラン・イラク戦争でマスタードガスの被害に遭った民間人は、 30年以上経過しても、なお後遺症に悩まされている。フラットオッズモンスターの目撃者の症状がこのマスタードガズに似ているという、ありがとうございます。